はい、今回は椅子です。英語で言ういわゆるニーリングチェア、膝で座る椅子、膝椅子ですね。こちらを組み立てたいと思います。こちらオーストラリアで買ったんですが、オーストラリアのマイヤーで確か120ドルぐらい、もうちょっと安いところで買えば100ドル前後で買えます。ですので姿勢を良くしたい、背筋を伸ばして座りたいという方はこういうのを使ってみたらいいんじゃないかなと思います。で、どのように組み立てて、どのように最終的になるのかというところをちょっと見ていきたいと思います。一個一個が、木製のものを選んだんですが、一個一個がちゃんとバブルラップされていていいですね。ちょっと時間かかると思うので、一つ一つやるのを早送りしながら見ていきたいと思います。便利なのが金具が入ってるんですが、その中でちゃんと回すもの、レンチだったりマイナスドライバー、そしてスパナですね、これも入ってるので、でいろいろ回すものがあります。ですのでここからちょっと早送りしようかなと思います。
はい、そんなわけでとりあえずできました。あとは足をこのローラーつければいいですね。ローラーをつければちょっと高くなります。まあ、つけなくても別に大丈夫そうな気はしますけどね。まあ、一応まだここがしっかりきつく締めてないからちょっと揺れますが、さっきちょっと間違えたところに気づかれた方もいらっしゃると思いますが、これ気をつけてください。この穴がローラーをつけるこの穴が下に来るようにしていなかったです。むしろ上につけてやってたのでそれが間違いでした。あとこれですね。これ何かの部品かと思ったら組み立てるためのもので、ここ中にあるものをこう回すためのものでした。これ便利ですね。これ気をつけてください。というわけでまあまあ安定感はあります。このように膝を乗せて座って、なんか軽く椅子に座りながら正座しているような感じですね。でここで長さが変えられます。これです。ここを回すことによって広げたり、こうやってちょっと高くなりました。で高すぎたらちょっと下げることもできますし、なのでちょっとローラーもつけときます。ローラー、あーこれのためなんだね、スパナがあったら。はい、そんなわけでそれぞれのネジもきつく締めたのでこれで完成ですね。はい、ローラーもついて動きやすくなりました。失礼しました。はい、このように乗って動くこともできます。なんか後ろに行っちゃいますね。はい、このように前に進むこともできます、はい、というわけで完成です。こんな感じになりました。ではここで
長さも調節できるので便利ですね。はい、そんなわけで今回はですね、ニーリングチェア、オーストラリアで購入いたしましたニーリングチェアアッセンブル、まあ、組み立てですね、こちらやってみました。何かのお役に立てます、幸いでございます。